国会は例の森友学園の文書改ざん問題でもう大荒れになってますけれども、27日に佐川前理財局長が証人喚問されるということで、それが山場だと思いますね。大体今まで財務省から出てきている話はもう全部理財局やったんだと。で、佐川さんまでは上がったみたいだけど、それ以外の人は知らないという常識ではほぼありそうにないストーリーで、財務省は逃げ切ろうとしてますよね。で、自民党もそういうストーリーで、自民党は真相を解明する立場で、その政治家が介入したってことはないんだという話だけれども、常識で考えて、理財局の中だけでこれだけ大それたことができるものかと。で、その証拠はないわけですけどね。で、ただね、僕はこの話でちょっと手がかりになるかなと思ったのは、事態が明らかになってからの動きっていうのは、これは証拠があるわけですね。3月2日に朝日新聞がその文書改ざんは書き換えがあったらしいと一報が出て、で、これはおそらく大阪地検からの情報だと思われるんですね。で、3月5日に国土交通省から首相官邸の杉田官房副長官のところに情報が上がってくるわけですよ。これは面白いところね。要するに、大阪交通局、航空局の問題が朝日新聞に出てから調べたら分かりましたっていう話になってるわけね。これも嘘っぽくて、もう前から知ってたに決まってるんだけど、それはとにかく5日の段階で上げざるを得ないと。で、それも財務省に上げたのが5日の午後3時で、5日の午前10時に官房副長官のところにまず上がるわけです。で、この杉田さんっていうのはね、警察出身で、そういう官僚機構の裏のネットワークの、コアの人ですよね。で、ある意味で彼は人事局、内閣人事局長兼務してますからね、そういう一番怖い人ところにまず情報が上がる。で、杉田さんからバーッとね、いろんなところに大変なことになったって情報が、緊急連絡が行くわけですよ。で、財務省にも当然行くんだけど、なぜか麻生財務大臣のところに行ってないんですよ、連絡が。で、麻生さんはいつ知ったかって、11日になって知ったっていうわけ。5日間も空いてるんですよ。で、5日の午後3時には財務省の理財局にもう文書が渡ってるのに、なぜか麻生さんには知らされなくて、麻生さんはその後なんかぶら下がりで、いや、記者会見で、いや、捜査中だからね、分かんないとか、なんか朝日新聞は同じことを5回も6回も聞いていくとかね、なんか 非常に不遜な態度で評判悪かったわけで、その時彼は知らなかったっていうわけ。これはちょっと僕もびっくりしましたね。つまり、その国土交通省から上がってきた情報が、内閣官房副長官、内閣人事局長のところに行って、そっから、大臣はほっといて、その部内でいろいろ根回しする話はパーっていったわけ。だから財務省は10日の段階でこの話はもう認めざるを得ないっていうふうに共同通信かなんか出たんだけど、その時でさえ麻生さんは知らなかったわけですよ。で、ようやくその12日になってやっておりましたと。で、私は辞めませんという話になったわけだけど、明らかに彼の、顔見たらわかるけど、不機嫌な顔でしたよね。で、安倍さんにで、首相にでさえ6日に情報が上がってたっていうのに、麻生さんに、要するに閣僚に知られてないわけですね。これが、今の霞が関の情報ルートを非常によく示してますよね。つまりもう首相官邸が全部握っていて、大臣っていうのはもう最後の最後に知らされるっていう、おみこしみたいなものになっちゃってると。でね、この背景にはやはり、そのよく言われる、その霞が関の意思決定のシステムの変化があるだろうと。それは内閣人事機構を中心にした首相官邸のグリップが非常に強くなって、官僚が大臣の方を見ないで首相官邸の方を見るわけですね。特に内閣人事局長を見る。そうすると、いろいろな政策決定が、その閣議とかで決まるオフィシャルな決定とは
別ルートで首相官邸がこうしてほしいんだろうなって思う方向にみんなが行くと、でそういう人が出世していくということがこの 5,6 年続いてきたと思われるわけですね。でこれはね、忖度がけしからんとかね、内閣人事局潰せって話が出てきてるみたいだけど、僕はそうは思わないですね。これは当たり前のことなんですよ。議員内閣制の下では国民の、ね、国会によって選ばれた首相がその国民の負託を受けてね、その役人に支持するというのは当たり前ですよね。官僚っていうのは別に国民に選ばれたわけじゃないんだから。だからそういう内閣議員内閣制のね元ではその官邸主導でやるっていうのは当たり前なんだけど、このシステムにはもう一つ条件があるね。要するにそのいわゆる政治任用でね、政治家が官僚の首脳を選ぶわけだから、選ばれた人はまあ当然その政治家にかなり近い人を選ばれるんですね。そうするとそれにこう不服のある人はじゃあやめてね、その他のシンクタンクとかなんかね就職するとか、アメリカなんかはそうなってるわけですね。政権交代するごとに3000人ぐらい入れ替わって、で前の政権の人たちはシンクタンクに行ったりするわけだけど、日本はその外側に行くってオプションがないわけ。みんなこう役所の中でずっとこう終身雇用内部昇進だから、もう今のこう長期政権にいっぺんにらまれたら人生終わりなわけですね。官僚としての人生終わってしまうと。だからそうするとそれはもういいことか悪いことか別にして政権べったりにならざるを得ない。でその、ね、政権の言うこと官邸の言うことに対してそれ違いますよって言うと、もういやお前はどっかよそ行けと言われたら、もう役所の中で干されて役所役人人生が終わってしまうと。これは良くないんですね。だから僕は内閣人事局は今のまま残すべきだと思いますが、もっと幹部官僚の人事をもっとオープンにしてね、これはアメリカはもちろんヨーロッパでも公募でね幹部公演を選ぶという制度になってるわけで、それは内部の人がね公募してもいい、応募してもいいわけだから、もうちょっとね外の人の血も入れて、それから中の人は不満だったら外に出られるという、 こう労働市場をね作る必要がある。これは難しいことですけどね、まあ、財務省の官僚だったら辞めても、 もう引き受けてはあるんじゃないかと思いますけど、まあ、そういうねこの労働市場の問題というふうにも言えるので、僕はね内閣人事局をこれで潰せというふうに短絡的な話にするのは良くないと思います。